はい、こんにちは、タカです。さあ、またまた届きましたコクーン。この間万年筆ね、紹介しました。僕の今お気に入り、一番のお気に入り、低価格万年筆パイロットのコクーン。今日はこのコクーンのボールペンです。今届きました。コクーンのねボールペン、まだ書いたことないんですけど、意外とねじゃないか、まあ、この価格としてはやっぱり最高に書きやすいらしいんですよ。なのでじゃん、今回はピンクです。あ、ピンクじゃなくてなんだっけ、ボルドーって書いてあったね。なんかこうこのね、あの万年筆の方もちゃんとこういうケースに入ってるんですけど、いいですね、これ。これ一瞬止めちゃったよっ、ね、はい、これなんだっけな、1500円ぐらいなんですよ、ボールペンは。あれ、もうちょっと高かったかな、うん、忘れました。でもね、3000円もしないんですけど、見た目はね、万年筆ととってもよく似てる。これを回すと、ああこんな感じですね。あ、まだこれ、あの丸いのついてる。これまだ書けないやつね。新しいやつについてるやつ。よーし、早速ちょっと書き味を試してみようかな。じゃーん、まずはこれを外す。これみんなどうやって外してます？こうプキッとか。ああ、歯取れた、取れた、ね、よーし、書いてみるぞ。あ、書きやすいかも。あ、このボールペン書きやすいかも。あー、ちなみに僕はボールペンで大好きなのはジェットストリームなんですよね。回っちゃった。ジェットストリームが好きです。でもこのパイロットのコクーンも書きやすい、結構滑らかです。あ、でもね、まだちょっとインクの、あ、でも書きやすいね。このね、適度な重さがやっぱり書くものってあった方がいいような気がするんですけど、このパイロットのコクーンのボールペンは結構重量感は、一般的にね、よく売ってる200円ぐらいで売ってるようなボールペンよりはもう全然重いので、その辺の重量感はいいです。書いててというか、こう持ってる高級感もねありますね。いいね。
結構書きやすい方じゃないかなと。うん、あとね、僕が普段使ってるのはジェットストリームのいろんな太さのやつと、あとはなんだっけ、カランダッシュ、ちょっと高いやつね、カランダッシュも使ってます。まあ、カランダッシュほどやっぱりこのね、書いた時のヌルヌル感はないんですけど、ジェットストリームみたいなヌルヌルツルツル感とはちょっと別のタイプのヌルヌル感は持ってますね。うん、これね、全然こう安いボールペンっていう感じはあんまないです。200円300円ぐらいで買うボールペンと比べるとやっぱり書き心地は気持ちいい。うん、なるほど。紙を無駄に使っております。紙を無駄に使っております。紙を、無駄に、うん、なかなかいいんじゃないでしょうか。これちょっとね、1本お家に置いといてもいいかもしれないボールペンだと思います。値段的にはもう2000円しないので、確か2000円しなかったと思うので、結構それなりのね、高級感、持ってる高級感はあるし、書き心地もまあまあいい感じです。ヌルヌル感は持ってます。うん、ジェットストリームとかになるとやっぱりさすがに見た目がね、なんか数百円の感じがすごく出てるんで、まあ、こういうの一本持っておくといいような気がしますね。まあ、もっと高いの持ってる人はそれでいいんですけど、まあね、比較的安くてそれなりの見た目の、それなりの書き味のものっていうのがやっぱり最近はたくさんあるのかなっていう感じはしてます。はい、というわけでパイロットコクーンのボールペン、今回は万年筆じゃなくてボールペンのご紹介っていうか、買ってみたので書いてみました。